日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。本日5月3日は子供の日ということで、シャトレーゼさんの和菓子をいっぱい食べたいと思います。あ、でも柏餅とかはちょうど4年前の子供の日に、おい、いや子供の日当日じゃなかったかな、ちょっとためレイをしてますので、今回はそれは抜いております。なんかこの、まあ、子供の日と言ってますが、子供の日にふさわしいのはこの氷の森で、あとはもうまだ食べていなかったシャトレーゼさんの和菓子で食べたいものを適当に買ってきたって感じですね。では、まあ、今回あまりにも買ったもので、ね、最後は特に美味しかったものを3つに絞ってレビューしたいと思いますが、いっぱいありますので、あなたも気になったら食べてみてくださいね。ではまずこのちょっとあんこが分厚めなどら焼きからいきたいと思います。まずは、おお、結構塊のあんこで美味しそうです。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。いや君、さすがにこれどれだけ食べるのよ。そりゃもちろん食べきれるまで食べますけど、あんこのさっぱりとした甘さや薄皮の毛が邪魔しない生地、ホロホロと崩れるなんてのもありますね。で、時には逆転の発想があったり、ちょっと洋風のとろっとした食感が入っていたりと、連休を締めくくるのにふさわしい幸福な時間ですね。だけどさすがにやっぱり無理があったか。いやそんなことはないよ。まだまだ鯉のぼりだって上がってないんだ。さて、どれがどんな、何を私は3つに選んだのかはこの後すぐにレビューしていきます。ごちそうさまでした。薄くて中のあんこはさっぱりしたおまんじゅうや、ちょっとお米のつぶつぶ食感が楽しめる大福など、他にはない個性的なお菓子もいろいろありましたが、今回食べた中で特に美味しかったなと思ったのが今から紹介する3つです。まず1つ目、第3位ですね、黒ごま蜜入り団子。なんか甘いものが多い中でちょっと黒ごまの香ばしさがあるのが、おお、ここでこれが来るかっていうような変化を出してくれてよかったです。まあもちろん甘いもの以外のやつも用意しとけばそれでいい話なんですけどね。だけども甘いだけじゃない、ちょっと変化が欲しいという場合にはいいと思います。ただ生チョコ大福にも入れたのですが、いわゆるピックや爪楊枝が入ってなかったので、なんか外にまぶされてるのを手づかみで食べるのはちょっとなと思う部分があったので、少しそこが残念でしたね。中にピック入れてくださった、あれピック入れてくれてたっけな、んー、どうだったんだろう。まあもうちょっと最後の最後で配慮が足りなかったかなって思いました。シャトレーゼさん、もしご覧になったらよろしくお願いします。で、第2位はこちらの あん巾着餅入り。やっぱり和菓子なんであんこを使っているスイーツがたくさんあったのですけど、この中でもこのあん巾着はもう本当にあんがそのまま乗っているので、甘さを直接ダイレクトに感じることができました。で、中に入っているお餅、なんかあんこの餅の中にあんこが入っているので、あんこで餅を包んでいるという逆の発想になっていることで、よりあんこを強く感じることができて美味しかったです。こしあんなので、粒あんバージョンもあったら食べてみたいな、おはぎみたいになるか。もしあなたがお餅とあんこ、どちらかといえばあんこを多く食べたいというのであれば、この餅巾着じゃなくてもあん巾着だ、あん茶巾だ、もう何だも間違いな気がする。ぜひ食べてほしいですね。で、一番美味しいと感じたのはこちらの鯉のぼりいちごあんクリーム。だからいちごあんなので甘酸っぱさが広がってくるんですね、噛んだ瞬間に。です、さらにお餅が入っているのでちょっと弾力も楽しめて、子どもの日にふさわしい甘いほどしい誰でも食べやすいスイーツだと思いました。ただ、ね、端的に周囲の生地はどら焼き生地で、端的に言えば折りたたまれたいちごあんのどら焼きですね。さらにお餅が入って、あなたもこれで食べる鯉のぼりを味わってみませんか。というわけで、今回の代表であるいちごあんクリームは、この鯉のぼりは5点とさせていただきます。
こぞ今年すっとこどっこいを退治かな。まあうっかりミスはなくしたいですね。今の自分がやった言い間違いみたいな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。